ドイツ人、ドイツ人、ドイツ人は、ドイツを中心として、ヨーロッパに分布する住民の定義である。文脈により、以下の三つの定義を有する。ドイツを自称する国家の国籍を保有する人、国民。現代においては、ドイツ連邦共和国の国籍を保有する場合を、指すのが一般的である。この場合の、ドイツ人は帰化した、他国人、他民族も内包するため、 民族主義的なドイツ人からは否定的に取られやすい。一方でドイツ統一の中心となったプロイセン王国のあったベルリンを中心取るブランデンブルク地域はスラブ系のポーランド人及びソルブ人との雑居地であり、同王国では多くのポーランド系プロイセン人が活躍、戦争論で著名なクラウゼピッツもポーラン系であるした。彼らの多くはポーランド系ドイツ人として 独自のアイデンティティを残しながらも国籍を取得しており、そういう意味では帰家人の存在自体はドイツにおいて珍しい存在ではなと言える。また、フランス王国から迫害されてドイツに逃れて、プロイセン王国のフリードリヒ2世に受け入れられ帰家し、ベルリンやフランクフルトなどに定住したユグノー派、カルバン派フランス系の人々も国民としてのドイツ人に該当する。このように、 ドイツの国籍保持者には、西スラブ語軍のソルブン語を話す少数民族である、ソルブ人、例、元サッカー選手のミハエル・バラックや、ポーランド系、代表的なのは、元、サッカードイツ代表のエースである、ミロスラフ・クローゼ、ルーカス・ポドルスキ、ピエール・リトバルスキーなど、デンマーク系、オランダ系、フランス系のユグノーの子孫、東ドイツ最後の首相。 ロタール・デメジエールやドイツ連邦軍総監、ウルリッヒ・デメジエールらを輩出した、デメジエール家など、ナチスによるホロコーストの影響で数は減ったが、ユダヤ人、例、フェリックス・メンデルス・ゾーン、ハインリヒ・ハイネなど、数千年の根血を経た、ユダヤ教徒を人種的にドイツ人と区別する考えは否定されているが、ドイツ人と異なる民族集団として独自のアイデンティティを築いてきたなどがおり、 国籍は有していないものが多いが、トルコ人、例、サッカー選手のイルハン・マンシズド様々な民族が居住している。そもそも、ドイツの歴史、ドイツ史について語るとき、しばしば、ドイツ史の、ドイツが何を意味するのかが議論となる。それは語源についての話題ではなく、ドイツ地方の歴史という意味なのか、ドイツ人の歴史という意味なのかということについての議論である。 前者の場合はドイツ地方はその領域が未だに確定されていない不安定なものに過ぎない。直近の例では東ドイツの統合が挙げられる点やドイツ人の存在を必ずしも前提とする必要がない以上、古代ゲルマニアの諸民族から今日のドイツ住民について記述することも可能となってしまい、ドイツ民族のアイデンティティに支障が生じる点で物議を醸してしまう。しかし、 ドイツ人の歴史と銘打ったところで文化集団としてのドイツ人が形成されたのはせいぜい15世紀16世紀からのことでしかないしさらにそこに国民意識を持ったという前提を加えれば9世紀からの歴史しか記載できないことになってしまうドイツ人それがどこにいるのか私にはわからないヨハンボルフガングフォンゲーテあるいは我々をドイツ人として まとめようとすることは無駄な努力である、フリードリヒ・ホンシラーという言葉が象徴していると伝わる。また、オーストリアの著名な音楽家のフランツ・シューベルトは、チェコ西部、モラビア地方のドイツ系モラビア人の家系で、ハンガリーのフランツリストは、オーストリアとハンガリーの国境にや、ライディング出身のドイツ系ハンガリー人、オーストリア系ハンガリー人である。こうした、 問題点については多かれ少なかれ他の欧州主要民族にも言えることではあるが、とりわけドイツは地方としての領域が近代以降も変動を続けているという点で他国よりも複雑な事情を抱えている。民族としてのドイツ人を定義づけるのは至難である。それはドイツが単一民族による統一国家を持ったことがない。また国境線が第二次世界大戦のすぐ後まで 頻繁に変更されてきたこと、あるいはヨーロッパにあっては、人の移動は、比較的簡易、自由であるなどの理由による。そもそも、ドイツ民族という概念自体が、比較的近年になって形成されたものであり、中世自体の時点では、単に、ドイツ人は、ドイツ地方に住む人間の総称でしかなかった。古代の時点においては、ドイツ、ローマからは、 ゲルマニアと呼ばれたの住人は、複数の小規模な民族、部族分かれていて、盛んに争っていた、ゲルマン人を参照。50以上の勢力に分かれていた彼らはいずれも、独自の文字を持っていなかったので、その存在は他者、大ねギリシャ人やローマ人の記述以外に知る方法は、ない。そのため、ゲルマニアの諸民族は客観性を欠く、偏見やイメージの先行する理解のされ方をしてきた。 ゲルマニアの住民が単一の集団とみなされたり、身体的特徴が強調されて伝わったのもそうした元が背景にある。古代の終わりにフランク王国によりローマなき後のヨーロッパが統一される。フランク族は強敵に言うところの他民族の共同体で母体とされるゲルマイ系民族の他にもスラブ系、ケルト系、ラテ系に属する。 様々な住民グループを統合して勢力を伸ばした。異民族を同胞として吸収していくという部分は、ラテン人を中核としつつも様々な勢力を同化していったローマ帝国に似通っており、彼らはキリスト教を共通の価値観とすることで、欧州を再度統合しようと試みた。その過程で、非キリスト教徒であったゲルマン系民族のザクセン人とバイエルン人は激しく抵抗したが、 カール大帝率いるフランク軍は、ザクセン人を大量に虐殺することでこれを沈めた。こうした点からも古代ゲルマニアの住民が、文化的、民族的に一枚岩でなかったこと、そして、フランク族が特定の文化グループに関わらない、コスモポリタン的な思想を抱いていたことが伺える。フランク王国がわずかな統治機関で分裂。 消滅すると、その公営国の一つである東フランク帝国が、ゲルマニアを支配するようになる。東フランクはなお神聖ローマ帝国に改め、より正確には、君主号を神聖なる皇帝へ、アウグストゥスから神聖なるローマ人の皇帝としたフランク帝国の果たせなかった世界帝国の再建を指して、国内の諸民族を抑えつけつつ、積極的な対外戦争に打って出た。 しかし帝国は、オットー二世の第二、シチリアのイスラム帝国との戦いに敗れるなど、イタリア遠征で敗北を繰り返し、またバルトスラブ人の放棄などの反乱運動に、暴殺され次第にその権威を失っていく。当時の帝国はかつてフランク人に弾圧された、地方民族である、ザクセン人の対抗家が支配しており、ザクセン長、彼らは、 ザクセン人としての立場をかなぐり捨ててまでローマという世界帝国の再建を目指したが、オットー・三世の第2は、ローマを訪れた際に、地元貴族による反乱に直面する。この時、オットー・三世は、ナンジラは、あまりのローマ人ではないのか、中略、世はナンジラのために、ドイツ人もザクセン人も捨て、世の血を拒絶したのだと、各民族の対立の深さを嘆いたと言われる。 ちなみに、この際用いられた、ドイツ人は、民族を指す用語ではなく、単に、ドイツ地方の民衆語を話す人々という意味であった。こうした用法は9世紀頃に、イタリアの知識人層で使われ、後に、東、フランク人を指す言葉に転じたが、中世時代を通して、あまり一般的な用法ではなかった。その後、帝国は、各地の有力者に権利が分散され、 住民の共土愛を後ろ盾にした両方国家からなる連邦へと弱体化した。この両方国家時代はドイツ地方の歴史で最も長く、ドイツの人間は中世時代のほとんどをこの体制の下で暮らし、30年戦争とその後のナポレオン戦争で連合としての帝国すら崩壊するまで続いた。近代に入って欧州各地で民族主義のもとに、 各地域を統合しようとする運動が加熱すると、ドイツでも三十年戦争などの教訓から地域の統合が必要であるとする論が広がり、その原動力としてドイツ地方の人間を取りまとめるドイツ民族の概念が形成された。自由主義者がドイツの統合を目指して開催した八百四十八年のフランクフルト国民議会ではドイツに住むヒーツ民族はドイツ人かという問題が、 大きなテーマの一つとなった。一方で、両方時代に確立された各地方の共土愛は完全には消えず、両方国家はすでにそれぞれの国民意識を育て、国民国家へと発展しつつあった。ドイツ系諸民族には文化的、政治的祖格が大きく、に、統一されたドイツ民族、ドイチャス・フォールックは未だ存在せず、諸民族体が存在するのみであると言わしめた。 民意も含め統一を果たしたのは前述のプロイセン帝国で一種の開拓団として東欧の地に入植し地元民と同化していた彼らは地理的にも文化的にドイツから大きく離れた位置にいた統一の立役者でドイツ帝国の初代首相となったビスマルクは民族主義のもとまた強力な統一国家として周辺国に対抗するために国家としての統一を進めたが 民族的な統一を強制することはなかった。彼が目指したのは、ドイツ地方の諸民族、諸国家が緩やかな連合として、信頼を寄せていた中期から、後期の新生ローマ帝国であり、帝国としての中央集権的な体裁を整えながらも、実態としては、両方国家の存続を認めた、連邦制国家であった。ビスマルクラによる国づくりが、 ドイツ地方全体の経済や維新を向上させたため、多くのドイツ人は、国家としてのドイツ人としての立ち位置に有用性を認め、国家に忠誠を誓った。しかし統一の原動力となったドイツ民族意識は、国家主義者を除けばあまり深く浸透したとは、こといく、とりわけ、バイエルン人は、連邦制にすら満足せずに、たびたび反旗を翻し、公然とバイエルン語をドイツ語の方言ではなく、 別言語だと主張していた。第一次世界大戦でドイツ帝国が敗戦すると帝国は解体され新たにバイマル共和国が樹立される。バイマル政府は帝国という建前すらもなくなった状況下で盛んに文献を進め、地方政府はそれまで以上に強大な権限を有するようになった。しかし肝心の国家運営自体は巨額の賠償金や極右、 極左双方との対立による政治的混乱から暗礁に乗り上げていた。混乱はフランス軍によるルール占領で頂点に達し、特にバイエルン州では独立論者にして保守政治家でもあったグスタフ・フォンカールが中央政府の対外政策を弱腰と非難し、首相命令を無視して独自の政治行動を取る状態に陥った。ドイツから分離すべきと考えていた。 バイエルンの右翼勢力の不満が中央政府の左翼的な政策への不満を呼び水として表面化したことでたったこの事件は同州に駐屯するドイツ国防軍部隊までもが呼応してバイエルン国防軍と名を改めるなど深刻な状況へと進展していったこの頃後世で最も強硬なドイツの民族主義国家主義勢力と評されることの多いナチスはバイエルンの一地方政党に過ぎず 右翼としての立場から、カールの路線と共闘していたが、ヒトラーの大ドイツ主義とカールのバイエルン民族主義は、根本的に相入れない概念であった。カールら独立派からなる、州政府は、バイエルン独立と、中央政府の刷新を同時に達成すべく、バイエルン軍がベルリンを占領することで強硬派に、政権を与え、その見返りとして、 バイエルン独立を承認させる計画を実行しようとしていた。だがヒトラーは中央政府を強硬派に塗り替えることには同意したが、バイエルン独立についてはドイツ統一を揺るがす業であると恐れ、カールラを説得しようと幹部の集まるビアホールを占拠し、大ドイツ主義的な革命への賛同を求めた。不意をつかれて突撃隊に拘束されていた手前、カールラは 一旦は従う素振りを見せたが後に集会場から脱出し、バイエルン軍と警察隊を動員して逆にナチスを鎮圧したミュンヘン一揆。このバイエルン民族主義と大ドイツ主義、旧進的左派と旧進的右派が複雑に入り乱れた騒乱はドイツ国民は一枚岩ではないことを示した一件でもあった。ナチズムの人種論の先駆者とされるハンス・ギュンターは1922年に 表したドイツ民族の人種学において19世紀以降多く見られた人種と民族の混同を批判しゲルマン人種やアーリア人といった名称を否定していた。ギュンターはドイツ人が北方人種等複数のヨーロッパ人種の根結の産物であるとしながらもドイツ性の本質は北方人種の地によって規定されているとした。このため最も優れた北方人種の血を ドイツ民族に取り入れ、保存するべきであると唱えた。ギュンターの書籍は爆発的に売れ、ナチスドイツ政権下でも大いに読まれた。ナチズムにおけるドイツ人の定義はこれらから大きく外れたものではなく、北方人種の精神性を受け継ぐ、種と運命の同質性に立脚する民族共同体として定義された。ナチスドイツ時代においては、民族ドイツ人という用語が出現した。 これはドイツの市民権を持つドイツ人を指すとは異なり、1937年以前にドイツとオーストリアの国外に居住していたドイツ系とその類縁の地を持つ人種概念であった。この概念による民族ドイツ人はドイツ国外に多数存在しており、ベッサラビア、現在のルーマニアモルドバやボルイーに、現在のウクイナにも定住していた。 独祖戦の最中行われた東部総合計画やポーランド総督府による東方植民政策にはこうした民族ドイツ人が動員され戦後にはドイツ人追放の浮き目にあった全体主義の体系的研究で知られる政治学者のハンナ・アーレントはナチズムが最も強く思考したのは民族主義ではなく人種主義であったとしているアーレントは人種主義は 民族主義と全く趣旨の異なる概念であるばかりか、むしろ対立することの多い概念だと指摘しており、実際にヒトラーの伏線として人種政策の人頭指揮を取ったハインリヒヒラーはダイゲルマン帝国なるものを無双し、ドイツ人はその中で主導的な役割を果たすものだと考えていた。これはヒムラー特有の認識ではなく親衛隊全体の認識といった方が正しく、 占領地オランダの高等弁務官を務めたザイス・インクバルトは、ダイゲルマン帝国はドイツ国民国家理念の実現ではなく、人種全体のために形成される秩序であると発言している。その上で、細部を誤魔化しつつも、なお新旧ドイツ国家、ドイツ語、及びそれらに長く関わってきた血筋といった漠然と、したイメージの相対が、ドイツ人と呼ばれている。それは、 他の国々と同様であるが、特にドイツ語の比重が大きい点、ほぼドイツ民族でしか母語化しなかった。その点日本語と立場が似ている。国家の領域が全く安定していない。現在の半と十数年の歴史しか持たず、六百年間ドイツ国家の数用になったオーストリアはその中に含まれていない点が大きな特徴と言えるだろう。ドイツ人追放以後、東欧における ドイツ人の人口は激減したが、現在でもポーランドに15万3千人、ハンガリーに13万2千人、ルーマニアに3万7千人、チェコに1万9九千人、スロバキアに6千人、セルビアに4千人のドイツ人が存在し、各国における少数民族となっている。もともとドイツ人は自らのことをトーチ、トイチュと呼んでいた。これは民衆の意である。 しかし、南方の古代ローマ人はこのトイチュビトをゲルマン人と呼称していた古くは、チュートン族、テウトニー族が語源であるとする説もあったが、現在では棄却されている。これが、現在の英語のジャーマンに相当する。初めて紹介された聖書の記述による、ゲルマン人は、不名誉にも争いを好む民を意味する、ゲルマニアなのである。また、オランダのことを英語で、 タッチと表現するが、これはもともとドイツが生まった表現であり、オランダがドイツ地域に含まれている時代に、イギリスにて広まった、部別を含む語句である。通常、ドイツ民族と言われる、ドイツ語を母語とするゲルマン系住民は、ドイツのほか、オーストリア国民、リヒテンシュタインの国民の大半、スイス国民の7割がそうであり、イタリアの南チロル地方の住民。 ベルギー国民の一部もそうである。また、フランス語化が進行しているとはいえ、ルクセンブルク国民、フランス東部のアルザストロレーヌの住民も、基本的には、ドツ系である。18世紀以降エカチェリーナ2世紀の招きで、ロシアに移住した、ドイツ人、ボルガドイツ人も多く、第二次世界大戦前には、ボルガカハンに、ボルガドイツ自治共和国を築いたが、 大戦勃発後にカザフスタンなどに強制移住させられた。旧ソビエト連邦内に住むドイツ系住民は200万人近くいると推定されている。しかしソ連崩壊後、旧ソ連各国で民族主義が台頭し、ドイツ系住民は迫害されて、祖国ドイツへ帰国する人も増えている。しかし同じ民族ながら、標準ドイツ語を介さない、ドイツ人として新たな難問題となっている。 ドイツ国民以外の人々をドイツ人と呼べるかどうかは微妙なところである。特にオーストリアは約600年間ドイツ国家である神聖ローマ帝国の中枢であったため、自らをドイツ人の主流とみなす考え方が根強かった。また、神聖ローマ帝国内の地方自治制度、軍制度が確立した1512年により、神聖ローマ帝国は ドイツ人の神聖ローマ帝国と呼ばれてきた。このため、ハプスブルク家による訂正の崩壊後の一時期は、ドイツ・オーストリア共和国という国語を使用していた。国語は短期間だったが、ドイツ人の国オーストリアという国家歌詞は十数年、用いられ続けたのほどで、オーストリア第一共和国時代は、左派、右派を問わず、ドイツとの合併を向こうが強かった。オーストリア人。 アドルフ・ヒトラーによるオーストリア併合はこれを背景にしているが、併合後に流市民扱いされ、連合軍の爆撃などで惨憺たる目にあったオーストリア国民は、ナチスの崩壊後、ドイツ人とは異なるオーストリア人という意識が強くなっている。オーストリア民族という概念は根拠薄弱であり、本来イギリスや北欧も包括するゲルマン民族という言葉も漠然しすぎているため、 なお、ドイツ人という言葉にこだわる人も一部にいる。近年の右派連立政権に加わっていた右翼政党はそうしたドイツ民族主義者の流れを組んでいる。ドイツのアイデンティティは意識の上でも、歴史の上でも、まず、ドイツ語、ついでこれを話すドイツ民族、最後に、それらを滑るドイツ国家という順序をたどる傾向がある。特に、アフリカや新大陸など、 世界中に広く拡散した英語やフランス語、スペイン語等とは異なり、第一次世界大戦の敗戦により、ドイツ植民地帝国がついえたことから生きがいに定着するに至らず、ドイツ語がほぼ、ドイツ周辺の同民族にまとまっているだけに、この三者の結びつきは強い。ほとんど民族的共通性のない英語圏やスペイン、語圏、地域的連続性に欠けるフランス語圏とは明らかに、 情が異なる。オーストリアが近年再びドイツ民族主義に傾斜しているのは EU という連合国家の傘の下でのドイツ人、ドイツ古使用者というまとまりが強く意識され始めたためとも得る。それだけに EU 未加盟でなおかつ大部分がドイツ語圏に含まれるスイスの立場は微妙である。なお、中央や東欧の地名の中にはニエメツキーナメッキー。 ネメとネメットマイナスという前置きを持つ地名がある。意味は中央や東欧の原住民である我々、スラブ人の言語スラブ語が話せない推しの人々、つまりドイツ人のという意味である。これらの町はドイツ人によって作られたか、ドイツ人が多かったため、同じ名前の隣町と区別するためである。ちなみに、ロシア語では民族的な意味でのドイツ人を、 ニミエツキーと呼び、ドイツ国民、ドイツ国籍を持つ者をギルマーニッツと呼ぶ。また、ドイツ語は、ニミエツキー・イズ・イークと呼ぶ。ちなみに、アメリカの俳優、レナード・ニモイのニモイ、ニモイイコールも、おしおしのというロシア語由来する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。